高岩隆一は日本の男性プロレスラー、京都府亀岡市出身、ジュニアヘビー級のパワーファイターで潮流の異名を持つ、在日コリアンであることを告白している。1992年2月、専門学校在学中に新日本プロレスの入門テストに合格して7月21日に対小島さとし戦でデビュー。 同期入門には現在まで続く名優の大谷、新次郎がいる。以降ジュニアヘビー級を主戦場とし、主に、大谷や金本浩二と組んで重心サンダーライガー、エルサムライ、剣道家神らのほか、大谷、道の区プロレスの選手らと激戦を繰り広げ、1998年8月8日には、初代 IWGP ジュニアタッグ王座を大谷と、共に獲得。 1990年代のジュニアの黄金期の一角を担う。ニックネームであるジュニアの潮流は、ジュニアヘビーを超えたパワーファイトがスコット・ノートンを彷彿させるため、週刊ゴング編集長の金沢勝彦が、竜一と引っ掛けて、そう名付けた。2000年に家臣と組んだ IWGP ジュニアタッグの金本田中みのでは、挑戦者として、 スーパーストロング家臣なるスーパーストロングマシンと家臣を混ぜ合わせたマスクをかぶったマスクマンとして戦いに挑んだ。なお、田中ケロにコールされる際は最初から高井は隆一ことスーパーストロング家臣と紹介されている。2001年に大谷と共にプロレスリング01に移籍。ヘビー級に転向した大谷とは対照的に ジュニア戦線に泊まり、対抗戦などでも活躍を遂げている。2004年4月30日の01後楽園ホール工業での天下一ジュニア決勝にて優勝後のインタビューで自分が在日コリアンであることを告白している。そして在日コリアンであることを誇りに思うとともに、日本で生まれ育ったことから日本人としての誇りも持っていることを監修にアピールした。 この抗ガの行動に対して会場にいた観客は喝采を送った。10月17日、01、札幌大会、星川直弘戦では金網最上段から流れ式、パワーボムを投げ星川の急性硬膜化結集を引き起こした。2006年12月23日、プロレスリングのアディファ、有明大会で杉浦隆を破り、5年ぶりに、 GHC ジュニアヘビー級王座を獲得。2007年2月18日、アワ世界ジュニアヘビー級とのダブルタイトル戦で、日高カオルジンを破りに冠王となった。2008年12月17日の新宿大会後に、大談を表明。01マックス側も了承し、契約が解除され、フリーとなった。2009年2月15日に新日本プロレスにおいて、 タイガーマスクを襲撃、4月5日以降参戦している、ブラックタイガーの正体であると言われており、タイガーマスクや観客の反応や声、マスク越しに見える顔などからも明らかに本人とわかる。2009年2月より大日本プロレスのコーチに就任し、9月28日の大日本高楽園大会では、高井は留一として半年振りに試合を行った。また同月に、 旗揚上げされたプロレスリングフリーダムズにも代表の佐々木隆史に声をかけられる形で参戦し、一時はレギュラーとして出場していた。2009年頃から一時、ビルメンテナンスの会社に就職したが、選手復帰を望み、2年余りで退職。2011年5月、東流門のドラゴマニアメキシコ大会にて、ウルティモドラゴンとブラックタイガーで、 マスカラコントラマスカラ対決し敗戦。ブラックタイガーのマスクを脱ぎ正体が抗ガンと正式に判明。現在は素顔とブラックタイガー語を使い分けて様々な団体のリングに上がっている。また格闘技ジムエスキープでインストラクターとしても働いており、2012年に行われた自身のデビュー20周年記念工業にはエスキープとフリーダムズが協力している。 2017年3月26日、01に再入団。2020年6月29日、5月31日付で、0から2度目の対談をしていたことが明らかとなった。現在は、01時代に知り合った、株式会社遺伝サービスの宣伝部に所属している。スピーディーな動きや華麗な空中技などが注目される、ジュニアヘビー級には、 珍しいパワーファイトを得意としており、垂直落下式系や、だれ式系の技を好んで使用している。ありがとうございます。